皆さんこんにちは、Bレジェンド栄養士の板垣です。皆さんこんにちは、Bレジェンド管理栄養士の堀です。はい、堀ちゃんが久しぶりに来てくれました。お久しぶりです。今日はですね、一楽の味噌豚骨風味を使ったオートミールリゾットを堀ちゃんに、実際に試食していただきたいと思います。お願いします。はい、いや、はい、ご飯系久しぶりじゃないですか。そうだね、ちょっとスイーツ系が多かったのですごい嬉しいですね、うん、久しぶりのご飯系、しかもお腹空いてるんで。あ、よかったです。では早速、はい、召し上がっていただきたいと思います。はい、はい、久しぶりです。はい、せーの、いただきま す。ありがとうございます。いやもうね、いい匂いしてますね。すこれ結構袋を開けた時にもう豚骨のなんだパウダーの状態でも結構豚骨の匂いしますよね、これ。よし、いただきます。はい、うん、どうでしょう。おいしい。あ、よかった。これは、はい、めちゃくちゃ本格的です。プロテインでこれできんのって感じです、本当に。結構これ自体もなんか豚骨の味も再現されすぎてちょっと臭いかなぐらいの、うん、ね、いやめっちゃ美味しい。あの豚骨ラーメン食べた後の、うん、スープにご飯入れたくなるじゃないですか、あれ。あ、締めのあれですね。うん、締めのあれ。あ、やったことあるわ。そう、贅沢なやつね。なんかあの、なんでしょう、具の、なんだろう、チャーシューとかいろいろ野菜とかの旨味がいっぱいなんか凝縮されたスープにご飯をちょっとダイブさせて、で、ネギをちょっともりもりで入れてみたいな、結構あれに近いかなっていうふうに思いますね。あれって、はい、やりますけど、ちょっと躊躇するじゃないですか。しますね。ね、あの、油もいっぱいだし、ちょっと躊躇すると思うんですけど、これプロテインなんで、あの、なんだろう、罪悪感はないよね。罪悪感なく、あの味が楽しめるじゃないけど、あの気分が味わえる感じです。よかったですよ。まあ、全部電子レンジで作っていて、結構あの減量中でオートミール食べてる方とか多いと思うんですけども、うん、まあ、そういう方でもね、簡単に作れるかなというようなレシピです。実際になんかお鍋作って煮込む工程がなくって、レンジで作れるので、結構あの洗い物も少ないというのも結構メリットですよね。うん、あとはあの今回ちょっと油使わなかったんですけど、全然減量してないよって方だったら、ちょっとこれにごま油とかラー油とか入れてもらったらさらに美味しいんじゃないかなって思いますね。なくても美味しいけど、それ入れたらもっとやばいと思う。ちょっとラー油入れてみたい。じゃあちょっとスペックから、説明していきたいと思います。まず、これのエネルギーが273キロカロリーの、タンパク質の量が 25.5g、 脂質の量が 8.9g ですね。はい、結構あの、まあ、脂質少なめで、うん、とは思えないちょっと味しますよね、豚骨の中の力が強くて、うん、いや本当に、うん、だってエネルギー 200?273 ですね。めちゃくちゃヘルシーじゃないですか。そうですね、結構ね、はい、なのでちょっとあの男の人とかなんか朝ごはんこれだと少ないと思うので、まあ、ささみをプラスして入れてもらったりとかしたりとか、あと今卵を1個で作ったんですけども、卵2個にしてもらったりとかしても大丈夫ですし、あと野菜もっと入れてもらっても全然美味しく食べてもらえますので、うん、はい、かと思います。何でも合うと思います、具材は。あの全然減量関係ない方とか、ピザ用チーズ上から、ね、乗せてもらったりとかしてもすごい美味しいですね。はい、ここ家でやってます、それは。ちょっともうちょっと食べたいんで話しててもらっていいですか。あ、 OK です、ありがとうございます。何食べとこう。あとはなんかあの今結構スーパーとかであの冷凍の野菜とか並んでると思うんですけども、冷凍のほうれん草とか入れてもらったりとかしててもいいですし、葉野菜結構何でも合います。ニラ入れてもらったりとか、白菜入れてもらっても、うん、あとキャベツなんか入れてもらってもいいと思うので、本当に冷蔵庫の余り物
をと一緒にあのレンジチンしてもらったらすごく美味しく食べていただけますので、はい、ぜひやってみてもらいたいなと思っています。で結構これがもう5000袋限定の商品なのでもう少なくなってきてると思うのでぜひ早めにゲットしていただければなと思います。プロテインって温めると固まっちゃうんですけど、うん、沸騰用なんでそれがないっていうところがいいですよね。お料理に使えるのでそうですね、うん、結構なんか味変がしやすいっていうのがすごくメリットかなっていうふうに。めちゃくちゃ美味しいです。よかったです。で、あの何を喋ろうとした？飛んだわ。何をとしたや今。え？びっくりした。え、私あのよくあのこれを鍋した翌日に鍋の余りと一緒に入れてでご飯入れてでと、まあ、こんな感じにリゾットにして食べてるんですけども結構これがあってちょっと味に飽きてきたなって方はいろいろアレンジしてみてもらったらいいと思います。うん、はい。結構お客さんなんとかであのツイッター見てるとあのいろんなアレンジレシピとか上げてもらってる方すごく多くって、もしねあのぜひこんな食べ方ありますよって方いらっしゃったらツイッターにどんどんあのタグ付けしてあのアップしてもらったら結構あの私たちも頻繁に SNS 見てますので投稿いただければなと思ってます。うん、ところでふりちゃんって好きな筋トレの種目なんですか？めちゃくちゃ唐突ですね。唐突にあの結構あの間が空いてしまったのでちょっと筋トレトークを女性としてみたいなっていうのがあって。私は、はい、もうベンチプレス一択です。あ、もう愚問でしたね。そう、はい、あのまああのなんだろう、ベンチプレスを練習してるっていうのもあるんです、うん、あるのと、まあ、ほぼそれしかやらないっていうのもあるんですけど、はいはい、やっぱりそれしかやらなくてもちょっと奥が深くて楽しいなと思いながらできてる種目ですね。なんかそこを鍛えるだけじゃなくてもう本当になんだ競技だから練習も兼ねてみたいな感じなので、そうですね。だから私板垣さんとか染田さんとか大林さんとかと違って、うん、あの胸を鍛えるためにベンチプレスしてるわけじゃないで、うん、いかに正しい綺麗なフォームで重量上げられるかみたいなことをしてるので、トレーニングっていうよりは練習っていう意味合いになるんですけど、そうですね、うん、でもなんかすごいシンプルな動きだけど奥は深いなと思いながら楽しくやってます。結構あのパフォーマンスのなんかこう横演習みたいな感じのイメージとか、うん、結構まあまた奥が深いなと思うんですけど、ただあのベンチプレスも結構あの瞬発力使ったりとかなんですけど、他のトレーニングとかってします？なんかそのルーティーンとかはあんまりないんですけど、ジム行ったら絶対、ベンチプレスは絶対やります。うん、1時間ぐらい、1時間少なくともやってでその後に結構気分であのやっぱベンチに関連する筋肉のトレーニング、うん、三頭筋とか、うん、あと背中とか、あ、背中もなんだ。そう、最近はちょっと肩も強い方がいいなと思ってるんで肩も やり始めたりとか、ちょっと関係ないけどかっこいい腕になりたいからアームカールしとこうかなみたいなそんな日もあります。だからベンチプレスプラスアルファでなんかやりたい種目をやってるって感じですね。ちょっとなんかアームカールしてる堀ちゃんがちょっとそうすごいシュールやったでもね、はい、やっぱりそうかっこいい体はね憧れますからね。板垣さんはどうですか？私ですか？あの私トレーニング基本的に嫌いだなと思ったんですけど、うん、あのまだできるなと思ったのがあのショルダープレス、肩のトレーニングかなと思いますね。なんか小さい筋肉だからちょっと張った感じとかは、まあ、絞ってたらなんですけど分かるので、ちょっとあ、ここに効いてるんやからもう頑張ろうみたいな感じはすごいしますね。ですかね、物見えるとね、はい、モチベーションになりますよね。そうですね。なんかちょっと最近ちょっとあのふっくらしてきたので、あの、まあ、ジャケットきつかったりとかするとこれどっちやろうなと思いながら着てますね。筋肉なのか太ったのか、そうですついたのか、筋肉がついたのかですね。ちょっとその辺もなんかいろいろ考えるので、これあの減量中にちょっとジャケットきつくなったりとかしたらすごいテンション上がるんですけど、うん、今は素直に喜べないですね。ちょっと頑張ります。嫌いなトレーニングは？あ、もうね、絶対足ですね。足も本当に
まあ大体そうですよね、多分そういう人が多いんじゃないかなと思うんですけど。そうなんですよ、なんか私も同じような人が多いんじゃないかなと思って、うん、インスタグラムでなんか足の日好きな人みたいなこと聞いた、アンケート機能で聞いたんですけど、うん、ほとんどなんか何を言うてるねんっていう、あの、そう、まあ、嫌いだよっていう意味の、はい、投票がすごい多かったんですけど。いや、しんどいと思います。本当に足とかやったりします？スクワットとかはたまにやるんですけど、でもやっぱりしんどいからやりたくないなって、なんかちょっと気合がいりますよね、やっぱ足、下半身のトレーニングですね。本当になんか、足トレが好きな人って本当にメンタル強い人だなって尊敬するんですけど、なんか結構あの間違って足トレの日にデニムとかでジム来ちゃった日は、あ、どうしようってなります。帰りで履けない、どうしようみたいな。帰りしんどいやつだ。しかもスキニーとかだったら、いやもう最悪、しんどいですよね。更衣室出るまですごい時間かかるみたいなことがあるとか、あとあのジムまでの階段がちょっと帰りが怖いなっていうのがありますね、うん、なんか駅とかね、転倒事故とか、確かに安全第一でいきたいなと思うんですけど、結構スクワットしゃがめますよ、なんかしゃがむのに私すごい勇気いるなと思うんですけど。そんなしゃがめないですね、上手じゃないんです。だから今練習してるところなんですけど、こうなんかこう体の柔軟性がいったりとかいるなと思って、うん、ね、なんか結構あの四頭筋がふっくらしてると、なんか結構ロシア人のビキニの選手とか見るとみんなの、うん、なんだろう、太ももが筋肉で丸いんですよね、うん、なんかあれがすごいかっこいいなと思って憧れてるんですけども、どうやったらあれ作れるんだろうなっていう状態ですね。なんかあのなんだろう、ロシア人ってすごい顔が本当にお人形さんみたいで、うん、でなんかこう女性らしい上半身をしてるんですけど、なんかこう足だけいきなり大林なのになる瞬間があって何なんでしょうね、あの膨らみというか、あの曲線本当にびっくりするんですけど、いきなり来たみたいな。確かにな。なんで結構大林さんのあの大会の画像とか足ばっかり見てますね、すげえと思って。やっぱ足を見ちゃいますか、他の人の筋肉も。結構あのビルダーさんの足見ちゃいますね。みちちゃんはあのビルダーさんいたらどこの筋肉見ますか。難しい質問なで、私背中ですね。背中がを見ちゃう。背中のなんか厚みとか、あ、深さとか、なんか全然形違いますね。そうですよね、人よって全然違うから面白いなって思う。なんかこの人なんか V シェイプだけど、この人楕円が発達 してるからなんか T シェイプって呼ばれるようなシェイプなんだとか、うん、結構本当に人それぞれかなと思って見てしまいますね。背中好きです。背中と胸かな。あー胸、はい、あのなんだろう、もう絞り切ってる人とこの辺に横線入ってますので、すごいな。あの私あのボディメイクの競技はやってないけど、目は超えてるんですよね。本当になんか英才教育って言ってあのトイレにあった雑誌の言ってくださいちょっと内緒で、ちょっと内緒で OK ですもうちょっとね、あのハードコアの雑誌があの家のトイレにあるっていうようなあのハードコアな環境で育てて幼き頃からマッチョを見て育ってきたんです。研修が多分3年前かな、新人研修やってたんですけど、その時にあの自己紹介をそれ聞いて、えってなりましたね。そうでしたっけ、それがあるのみたいな。なんか私の家がなんか時代なのか分かんないですけど、世界地図があって、なんか漢字の表があってみたいな感じだけど、それ、その某あの有名なボディビル雑誌だから、おーってなりましたね、なんか。そうなんですね。あれから早3年ですか。早いですね、もう3年。早い入社してからもう3年になりますね。ですね。なんかよくあの私はなんか大学の新卒の時はなんかこうなんだろう、 3年がなんかすごい節目になる年みたいなこと言われてて、うん、で、まあ、まずは3年続けてみようというふうに言われてたんですけども、なんか3年すごいあっという間だなってこの会社はっていうふうにすごい思いますね、うん、早い。今年もなんかね、すでに始まったところでいろんな商品出すぎてちょっと訳がわからないことになってますけども、うん、はい、まだまだ面白い、ね、まだまだありますからね、今年も、ね、本当なんか引き出しまだあるなみたいな感じで、はいはい、楽しみにしていただければなというふうに思います。はい、はい、では、今日作っ
今日作った、味噌豚骨のオートミールリゾット完食、はい、あ、完食早い、完食しました、いただきました、ありがとうございますはい、が、いいなと思ったか、美味しそうだなと思った方はグッドボタンを、あとチャンネル登録もお願いします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。ぜひ作ってみてください。